ガオー浜田山、虎の子不動産です。こんばんは。と子会社の優先株発行は、本体の定款変更が不要で、株主総会はいりませんと。レオパースの取締役会だけで実行できます。時間のかかる総会開催を開始したいレオパースにとって、まさにウルトラしいの奇策でした。 フォートレスが投資リターンを売るための仕組みは盛り込まれております。新株予約券付き融資の金利は原則14.5%、移測制限法上の上限金利。これはですね、100万円以上は15%に近い。レオパレスの利払い負担は年40億で、2019年3月値の営業利益の約6割が吹き飛ぶ計算です。 フォートレスは持続収入だけで普通株への投資額119億円を3年間で回収できます。レオパレスの出資比率を高める仕組みも加わり、ファンドとしての出口戦力も磨きやすいと。レオパレスが思い切り払い負担や既存株主の利益圧迫を受けてまでフォートレスに支援を仰ぐだけならなかったのはなぜかと。 えー、賃貸事業事業はキャッシュフローが安定していて、思考不良物件の回収が終わってから正常に稼働すれば、投資見込みが大きいということですと。なお、決められた価格で新株を購入できる新株予約権を提案するファンドもありましたが、ただ株価が低迷して予約権行使が進めなければ、 支援額がが小さくなる恐れがありレオパレスが難色を示しました。えー、レオパレスは入院して経営を立て直すのではなく、働きながら治療する手法を取ったと言われております。それでは、先に失礼します。